東口ホーム、王子公園駅の側線元は上、筒井線の線路であった。王子公園駅は、兵庫県神戸市灘区王子町一丁目にある、阪急電鉄神戸本線の駅。駅番号は H K、HK14。王子公園の南に位置する。公園内の神戸市立王子動物園で、ジャイアントパンダが飼育されていることから、駅では随所に、パンダのイラストが配されている。 相対式ホーム2面2線を有する航海機である。保線機器用の線路の分岐器はあるが、絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は1階の東西に、各1カ所、ホームは2階にある。開業当初は、移設が予定されていたために、木造の仮設構造ホームであったが、繊細で消失し、東側約300メートルの位置に仮設駅が設置されるなど、 長らく仮設構造での営業が続いていた。第11回国民体育大会が開催される1956年に、現在の位置に、鉄筋コンクリート作りの駅が設置された。神戸本線開業時の終着駅であった上、筒井市線上筒井駅方面へと線路が続いていた。名残として、駅の大阪側に引き込み線があるが、阪神、 淡路大震災直後の区間運転の車両の搬入に利用された後は使われていない。上、津津井支線の営業時には地上の旧本線の下り線側にだけホームが設けられ、上、津津井側に設けられた渡り線を用いて折り返しを行っていた。しかし末期には同支線も単線営業となったため単純な折り返し駅になっていた。実際には構内に乗り場、 番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、神戸三宮方面が1号線、大阪梅田方面が2号線と表示されている。下りは、毎時6本発車し、朝を除いて、神戸三宮止まりである。上りは、毎時6本発車し、全列車西宮北口まで、各駅停車である。以下に、発車する運転系統。 停車駅、本数の一覧を示す。2019年の1日平均乗降人員は17,996人で、ある。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下記の通り、神戸市バスと港間交バスの路線が発着する。阪急王子公園停留所阪急王子公園北、停留所阪急王子公園南停留所2000年に、 王子動物園でジャイアントパンダが公開されて、以後、行楽シーズンに一部の特急が臨時停車したことがある。ありがとうございます。